では今日は、D トップ3区栗山さん、3区栗山でよろしいですか、呼び方は。はい、大丈夫、 B トップでお願いします。 B トップさん、はいはい、矢野哲也社長にお越しいただきました。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。矢野社長は昔は柏レイソルと愛媛 FC でプレーをされた元 J リーガー、そして、はい、今年この B トップさんの社長に就任をされました。最短での J リーグ昇格を目指しているクラブと、まずはこのクラブを立ち上げられたこの経緯を簡単に教えていただけますか。まず最初の段階で北海道にもう一つ J リーグチームを作りたいと言ってる、最初の段階での協力企業様に何社かありまして、プラス今回総監督をやることになって西野が現場側で J リーグチームを目指したいっていう、双方、もともとは別々のところにいたんですけど、同じタイミングで上を目指してやりたいっていう、たまたま重なりまして、ここから次、僕は北海道に2つ目の J クラブが行けると思った理由を聞こうかと思ったんですけど、もしかしたらそれは西野さんの方が強く感じていた部分なんですかね。はい、そうですね、当初はそうですけど、当然今私も代表をやらせていただいて西野と同じ方向を向いているので、2つ目の J リーグチームを、はい、作りたいと思ってます。そこにここは行けるなって思った部分は何ですか、具体的には。行けるか行けないかというよりは、ぜひ作らなきゃいけないなっていう気持ちの方が強いです。私自身も J リーグでは柏では試合にはなかなか絡めなかったんですけど、3年目にいた愛媛 FC がちょうど当時 JFL にいて、やっぱりその町自体もJリーグ入りを目指してすごい盛り上がってもいたし、最後の昇格が決まった試合なんかはそれこそ本田 FC と対戦したんですけど、決まった瞬間にもうピッチにサポーターの方もなだれ込んできて、やっぱり光景をその場で見たり感じたりっていうのをすると、やっぱり北海道でも同じことをもう一度やりたいなっていう気持ちはすごい強くあります。はい、そういう点では、その町を巻き込むということも最初からいろいろとこう声に出されていましたんですけども、そういうのもこう具体的なプランとか、こういうふうにしていきたいみたいな計画はありますか。まずサッカー面でいうと、今の先ほどの話の続きなんですけど、北海道ってコンサドーレさんがもう25年 J リーグに参入してからいるんですけど、コンサドーレしかいないっていう状況が逆に25年続いてるんですよね。やっぱり北海道って離れてるので海を渡らないと、関東関西もそうですし、本州の人から想像できない広さがありますよね、はい、北海道の中には広いですし、やっぱりそこの海を渡るハードルっていうのは高くて、で私もそうなんですけど、小学校時代から当然その北海道にもいいチーム、いい指導者たくさんいるんですけど、やっぱり関東だとかその強豪チーム、さらに強いチームの身をもってこう一緒にプレーをして感じるものっていうのは、やっぱりそういう機会って少なかったので、で現状北海道ってもうコンサドーレに行けなかったら関東関西の大学に行く選手が多かったり、今だともう高校から道外に、北海道外に出てしまう選手も多いので、まずサッカーの面からいくと子どもたちの選択肢を増やしていきたいというのが一つですし、小学生中学生もやっぱり強いチームがこう偏っているので、そういうところでも我々が参入することによってまたいい刺激をし合えるのかなというのは感じています。あと、もともと母体になっている昨年まで3区 FC 栗山というチームで活動してたチームが母体になるんですけど、栗山町っていう町ですでに町から町からの委託で歩行者向けの運動事業だとか、あとは幼稚園保育園向けの巡回指導だとか、っていうのはすでにしていて、
それは当然今年度も継続してやらせていただきますし、今で言うと栗山だけなんですけど、今後札幌もそうですし、それ以外の地域、北海道のいろんな地域でそういった活動を継続的にやりたいなと考えています。はい、将来的なこのホームタウンという点ではどのような部分を考えてらっしゃいますか？まあ、トカチスカイアースさんも北海道にはいらっしゃいますけど、はい、もう大きく言うとやはり北海道全体で、それこそコンサドーレもそうだし、トカチさんもそうだと思うんですけど、で我々だけというよりは、その今で言うと3チームになるのかもしれないですけど、まあ、引き込みながらやっていきたいな。今本拠地、本気は栗山になるんですけど、そのあたりも、まあ、どういった形が一番いいのかっていうのを見定めながらですし、まあ、仮にじゃあ他の地域を拠点にするとなるかもしれないんですけど、でも栗山から完全に離れることはないですし、まあ、先ほど言った事業も継続してやらせていただければと思って今取り組んでます。プロ契約こんだけ取ろうとした理由は何でしょうか？プロ契約で取ろうというよりは、もう今の段階では本当に社会人のアマチュアリーグではあるんですけど、もう我々はプロチームだっていう自覚を持ちながら活動もしてますし、当然選手たちにもそういう自覚を持ってプレーもそうだし、日常生活も送ってもらいたい。で、個人によってやっぱりその金額的な部分でそれだけでは生活できない選手も、まあ、いるんですけど、そこはどんどん環境を整えていくのが我々フロントが仕事でもありますし、選手もそうなれるようにまずプレーで表現してもらえたらっていうのがあります。メンバーを見てもよくこれだけのメンバーを集めたなっていう感覚はあるんですけれども、はいはい、なぜこう引きつけられたと感じていらっしゃいますか？もう今回来てくれた選手に関しては、西野総監督が基本的に声をかけて集まってくれた選手になるんですけど、当然もともとのつながりがある選手、先ほどの安田選手なんかは、北海道出身で同学年なので、その時からのつながりもありますし、そういう選手からの紹介もあれば、こういう時代なので SNS 等を駆使して、映像を見た上でその選手にコンタクトを取って、西野総監督に私も聞いたことあるんですけど、いい選手を取れたっていうよりは西野総監督がやりたいサッカーをできる選手を、まあ、本当に集めれたなっていうのが本人の率直な感想というかであるので、で当然その本人がやりたいサッカーを個々に伝えたのもあるし、一回見てどうこうとかちょっと映像を見てどうこうっていう、やっぱり継続的にリストにはもう150名ぐらいいたみたいなんですけど、継続的に見る中で、まあ、アドバイスをしたりだとか思ったことを伝えたりとかっていうので信頼を得て来てくれた選手もいるっていうのは聞いてます。そのやっぱ率直性とか具体性が大きかったのかもしれないですね。そうですね、それはすごい、なかなか、じゃあ私が現役時代にそういう同じような状況で声をかけられた時、いけるかっていうと、本当にまだ、ね、母体となる3区 FC 栗山が母体になるチームが決まったっていうのは、本当に去年の年末から頭ぐらいになるんですよ。でもその段階でもチームがなくても来るって選手が実はもう何人もいたりだとか、なかなか言えないことだとは思う。もうそれだけはっきりとしたビジョン、西野総監督から選手たちに伝えれたのが、まあ、今回こうやって北海道に来てくれた一つの要因なのかなと思います。西野総監督がまた24歳と、また選手に近い年代だったっていうのも結構大きいかもしれませんね。そうですね、それもありますし、実際にでも今も30歳を超えてる選手もいるんですけど、そこに関しても本当に物おじせずに何でも言うので、そういう選手にとってもすごくやりやすいのかなっていうのは、逆に隙を使わずに本当に何でも言うので。ここからはクラブの未来というか、ここからこう昇格に向けてのちょっと具体的なところを聞いていこうと思います。昇格をするためにはもうライセンスというものが関わってくるじゃないですか、はい、100年構想がクラブになる、はい、そして J3 ライセンスを取るというのを少なくとも4年間、はい、3年半くらいでは
突破しなければいけない。もちろん選手たちが結果を出してっていうのが一番重要になるというか、それがないと結局何もないんですけど、本当に無茶だっていうのは私自身もすごく感じてはいるんです。もともと私は立ち上げ当初外部に実はいて、ただそのサッカーをやってたのでいろいろ相談をされていく中で、多分私が一番否定的なことをずっと言ってたので、そのあたりの難しさっていうのはその段階でも感じてはいます。うん、なんですけど、もう本当に今はもうその否定的な意見だとか、私が感じてたところを潰していく作業だとか、あとは具体的に100年構想クラブだとか、ライセンスを取るのに必要なことっていうのを調べながら、いろんな方にご協力いただきながら進めていくっていうのが一つだと思います。で、何よりもやっぱりスピード感が大事だと思ってるので、まあ、全員が全力を出して今取り組んでいるところです。そこでいろんなクラブが苦しんでらっしゃるのがスタジアムだと思うんですよ、はいはい、特に照明と動員、まあ、そうですよね、ですよね、はい、そこはスタジアムはどういうふうにここから作っていこうっていう考えを持ってらっしゃいますか。本当にそこは時間がない中でも割とフラットに考えるようにはしてて、当然栗山にっていう話になるかもしれないですし、空知っていう地域になるのでになるっていう話になるかもしれないですし、あとはもっと言うと札幌には札幌ドームだとか、あと厚別競技場っていうのは既存であったりもするので、チームにとって本当に一番いい方向というか、っていうのは何かっていうのを考えながら、いろんな可能性を、まあ、確認しながらじゃないですけど、最後にこれはもう言えるか言えないか分からなかったんで最後に回したんですけど、目標となる予算規模を教えてもらっていいですか。目標となる予算規模、今期に関してはある程度実は目処が立っている部分があるんですけど、はい、まあ、来年 JFL でその後 J3、J2 って上がっていくにあたって、ね、選手獲得もそうですし、やっぱり環境をもっと整えてあげないとなっていうのが、具体的な額よりもそういうところのベースを作っていきたいということですね。ベースを作っていきたいですし、当初予定していたよりはやっぱり増えてるというか、まあ、これじゃ足りないよねっていう話には当然そのあたりも踏まえるとなってきてるのは事実です。わかりました、はい、ありがとうございます。ここからの急成長を期待しております。はいはい、ということで今回はですね、B トップ3区栗山さんの社長矢野哲也さんにお越しをいただきました。忙しいところありがとうございました。ありがとうございました、はい、北海道リーグそして B トップ3区栗山さんをぜひご注目ください。